こんにちは、社長部長の YouTube の社長です。今回もですね、製品紹介していきたいと思います。今回紹介する製品はですね、ハイコーキさんから発売されましたコードレス保冷温庫、型式がですね UL18DC と言われるものでございます。前々回のですね動画で牧田さんのコンパクトタイプの CW003G というものを5月に発売されましたけども、保冷温庫のコンパクト版ですね、やはりハイコーキさんもコンパクト版出してきました。2021年、昨年のですね6月に2部屋モード搭載、つまりですね仕切り板を隔てて庫内を2つに分けてそれぞれ温度の設定ができるというこの2部屋モード搭載の業界初、冷凍冷蔵の同時使用を可能にしたということで UL18DB、 それが昨年ハイコーキさんから発売されておりました。それのですね、コンパクトタイプということであります。2部屋モードをですねさらに改良進化させて機能もいくつか追加されておりますのでですね、そちらの機能を同時に紹介しながら皆さんにこの製品をですねお知らせしたいというふうに思っています。さらにですね新色を加えました。3色展開というふうになっておりますので、そちらの色の方もですね最後の方にはご紹介してみたいと思います。コードレス保冷温庫ということで、電源の方がですね 14.4V、 それから 18V、 それからマルチボルトが使用可能であります。それと 100V のコンセント、それから車のシガーソケットですね、こちらの方から電源が供給できるようになってます。ハイコーキさんのですね特徴といたしまして、充電しながら庫内の保冷温ができると、充電器にもなってますよということがすごく便利な機能の一つでもあります。標準というかセット品ではですね BSL36B の18というマルチボルトの4アンペアのバッテリーが付属するんですけども、改良点としてはですね充電時間が短縮されていますよということですね。 2.5 アンペアの A バッテリーといいますかね、そちらの方を装着した段階で充電時間がですね3時間20分から1時間5分短縮の2時間5分と、それから B バッテリー4アンペアのバッテリーですけども、5時間20分から1時間40分の短縮で3時間40分ということで、前の機種よりもですね改良されているというふうになっています。個人的にはですね充電時間ちょっと長いんで、充電器をですねお持ちの方は充電器で、バッテリーだけですね、充電した方がいいのかなというふうには思ってます。ただバッテリー充電器をお持ちでない方はですねこの本体がですねバッテリー充電できますんで、すごく便利かなというふうに思ってます。次にですねサイズの紹介ですけども、見ていただくと分かるように前回のですね長方形から若干ですね正方形になりました。幅とですね高さの方は変わりませんけども、この長手方向のサイズの方がですね約10センチ短くなっております。サイズ的にはですね長手方向の方が553mm、 そして高さが 340mm、 高さが 450mm という風になってます。内容量の方もですね25リットルから18リットルということで、コンパクトサイズになってます。ペットボトルよく比較されると思いますけども、2リットルのペットボトルが4本縦置きできますね。それから 500ml のペットボトルが12本、これも縦置きできます。そして横置きにした時にですね 500ml のペットボトルが20本収納可能ということで、容量を持っていきたいときはですね横置きにもできますよということですね。ただこの縦置きにできて取り出しやすいというのがですねこのハイコーキさんのすごくこの形状というかメリットでもありますのでね、縦置きもできるし容量が増すときにはですね横置きにもできますよということです。で先ほど外寸言いましたけども、気になる内寸の方ですけども、間仕切りなしの時ですね 322×222×248mm というふうになってます。仕切りを入れた状態で 332×222×109mm ということになります。109mm2 つに分かれますんでね、そういうふうな庫内の容量というふうになってます。重量ですけどもね、標準に付属されております BSL36B18 というバッテリーで、大きいモデルの方が 16.6 キロでした。一つ装着時ですね、それが 1.4 キロぐらい、やっぱりコンパクトな分だけですね軽くなっていまして 15.2 キロというふうになってます。
それからですね、バスケットが付属品、標準付属として、付いて、効率よくですね、収納ができるようになってます。気になる温度設定ですけどね、2部屋モードというのはそのまま継続でありますけども、今回ですね、仕切り板の方が20ミリから約30ミリ、1センチぐらい厚くなってます。仕切り板を厚くすることによってですね、庫内の温度設定が、昨年発売されたモデルは30度までの温度差でしたけども、今回は60度までの温度差が設定可能になっています。これですね、自動販売機も同じ温度で設定できるということで、自動販売機と同じような機能として使えるということですね。昨年発売されたやつが、冷凍冷蔵という2つの仕切り板をセパレートすることによって使えましたけども、今回は冷蔵と保温ということで使えるというふうになってます。60度の差なんでですね、例えば0度型の方の方が60度で設定できるということです。カタログにもですね、ちょっと書いてるんですけども、冷たい飲み物とですね、あったかい飲み物両方冷蔵と冷温保温できるということですけども、なかなかちょっと私いまいちその使い方、この60度の差が有効に使えるかどうかわからないんで、もしこんな使い方があるよっていう方がですね、いらっしゃったらコメント欄にコメントしていただいてですね、皆さんに知らせていただきたいなというふうに思います。それから仕切り板のですね、有効の使い方としてですね、ちょっと頭に入れていただきたいことがあります。1つ目はですね、入れるものが少ないとき、そんなときはですね、仕切り板を入れていただいて、片方の片部屋モードというのがありますけども、片方だけいわゆる温度設定することによってバッテリーの節約になります。それから仕切り板2つ上と下とですね、2段になってますけども、下だけ使用することによって、例えば2リットルのペットボトルと500ミリのペットボトルですね、間仕切りとして使えるということで、すごくこの間仕切りのですね、仕切り板の使い方も有効に使っていただければ楽に製品の取り出しもできるんじゃないかなというふうに思ってます。それから使用時間の方ですけども、これもカタログで外気温30度の時に1部屋モードで5度に設定した場合ですね、9時間15分からプラス45分の10時間ということで、約45分ぐらいですね、伸びています。表の方ちょっと出しますんでね、参考にしていただければなというふうに思っています。このバッテリーもですね、セット品に標準付属品の B バッテリーと装着した段階ということですね。それから最後にですね、新機能ということで 12V 出力のソケットというのが装着されました。それでですね、 12V、10A、120W の市販品の製品がここから取り出せる電源によって使えるというふうになってます。廃鉱機さんが今度ケトルをですね、別売で売り出すということで、お湯が沸かせるとかですね、カップラーメンを食べたりとかですね、温かい飲み物を飲めるというふうになってます。牧田さんからですね、40V でケトルというのを出してますけども、廃鉱機さんはですね、付属品というわけではないですけども、オプションでお湯まで沸かせるような製品を発売するということで、そこら辺はですね、すごく考えられてるんじゃないかなというふうに思っています。それからですね、 USB の出力の端子ですけども、 USB タイプ A とプラスですね、タイプ C というものが追加されています。最新のスマホであったりですね、電子タバコを吸われる方いらっしゃると思いますけども、そういう方のためにですね、新しくタイプ C ができたというふうになってます。で、最後にですね、新色といたしまして、今既存にですね、フォレストグリーンとアグレッシブグリーンというものがありますけども、プラスサンドベージュという色が追加されています。個人的にはですね、若干この柔らかい色というか、グリーン系ですね、なんか男性のイメージありますけども、このベージュ系が出たことでですね、なんか女性にもなんか使いやすいというか、ちょっと大人っぽいイメージになるのかなというふうに思っています。気になる価格の方ですけども、前回の動画でですね、7月から廃鉱機さん、価格が上がりますよって紹介してましたんでですね、今回もうその上がった時のね、値上がりした時の
値段でちょっとご紹介させていただきたいと思いますけども、セット価格ですね、バッテリーまでセットされた価格が85,600円、そして本体のみがですね68,800円というふうになっています。大きいサイズですね、25リットル入るサイズですけども、そちらの機種 UL18DB の方がセット価格で89,800円、それから本体のみが73,000円ということで、やはり4,000〜5,000円ぐらいですね、安くはなってますけども、それぐらいの価格帯の差で発売されるというふうになってます。サイズ的にですね、ちょっとコンパクトになって、実際ですね、車の中入れてみましたけども、助手席とかですね、後ろの後部座席、ちょうどいいサイズの保冷温庫が出たんじゃないかなというふうに思ってます。これもかなりですね、ユーザーの方々から要望があったみたいです。もうそろそろですね、夏本番で暑くなってきます。熱中症対策、それから、レジャーにですね、活躍する一品じゃないかなというふうに思いますので、ぜひ商品売り場行ってですね、確認して、もしよければ購入していただきたいなというふうに思ってます。今回もですね、新しい新商品紹介させていただきましたけども、次回もね、商品の特徴であったりね、製品の使い勝手、いろんなことを踏まえながら商品紹介していきたいと思いますので、どうぞご視聴よろしくお願いいたしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。